はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、全ロストライトやっていこうと思います。全ロストしている場合じゃねえぞということでですね、まあ、今の冒頭の挨拶は、まあ、すべてね、えー、目をつぶったまま、あの、発言していたということで、まあ、もうね、えー、この挨拶も、まあ、だいぶね、えー、僕、続けてきているわけですが、 ちょっとね、もう喉が痛い、本当に。もに。なんか特にさ、もう全露スしている場合じゃねえぞの部分がさ、もうかなり喉使って、もう僕、喉を酷使しすぎてさ、もう将来は、中井くんみたいなガラガラクボイスになってしまうのかもしんない。はい、ということで、まあ今回使っていく武器なんですけれども、まあ、AKM ということで、まあ、シンプルなアルファベット3文字の武器をね、使って、まあ港を行こうと思うんですけれども、まあ、今回ね、 えー、この AKM がですね、ま、かなりいい味を出しそうなんですよね。これ見てください。この武器ね、えー、もうぶっ壊れです。えー、反動スコアがマイナス167%、はい。もう勝ちました。ということで、えー、今回つけていくのは4倍スコープですね。4スコ。えー、この AKM4 スコフルオートで、もうあのね、港の雪景色に、もう真っ赤な血。 血という名の花を咲かせたい。もう鉄火なんだな。止まるんじゃねえぞ。ということで、もう俺は止まらない。はい。もう喉が痛すぎて、もうあの止まりたいんですけど、そろそろ。もう本日のね、えー、動画結構撮れたんで、もうそろそろ終わりにしたいところなんですが、まあ、最後ね、えー、この AKM を使って敵しばいていこうかなというふうに思います。はい。 まあ皆さんもね、えー、このね、気持ちいい4スコ A ゲームを使って、もうガンガン縛いてみてください。まあ、僕がね、まずは見本見せますので、とりあえず、えー、港やっていきたいと思います。それでは早速行きましょうレッツゴーはい、ということでね、相変わらずこのマップも、まあ、秒速でマッチングしました。はい、まあ、みんなさ、ゲームなんてせずにさ、休みの日はさ、 外で遊びばいいのに、なんでこんなさ、くだらないゲームばっかやってるんでしょうね、本当に。外に出てさ、体を動かした方が健康的だしさ、えー、将来の役に立つと思うんだけどね、この全ロストライトやってても、何の将来の役にも立たないんで、まあ、皆さんもね、えー、速攻アプリをアンインストールして、で、まあ、お外に出てね、えー、体を動かした方がいいんじゃないでしょうか。とりあえず、動物さんたちがいっぱいいます。はい、読むのめんどくさいんでやめました。 え、どこ行こっかなこれ2番脇安定なんですが、ガソリンの鍵忘れたんで、何やってるんでしょうね。そして輪鍵とかも持ってきてませんね。最悪です。まあ、いっか。別に。とりあえず行こう。うわ。えー、まあ、この AKM の悪いとこなんだけどさ、足押せんだよな。それ以外は神なんで、てかめっちゃ落ちてるし、何あいつ。あ はい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 ナメんじゃねえぞモンスターストライクマジモンスターばっかりだからな。この港っていうさ、マップはマジで。モンスター以外いないから気をつけましょうね、皆さんは。めっちゃ落ちてるし、なにこれ。ああ、やばい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 。ああ、もうなんか重くなってきた。最悪です。さあ、なんか泣いているが、もう君みたいなさ、キッズは、もうそこで泣いとけ、ほんとに。お前はさ、 泣いたら許されるとでも思ってんのか甘いんだよ君だって縛いたんだろう生き残ってるっていうことはさ、自分が被害者みたいな感じで、そこになんかさ、伏せていますが、あんただって縛いたんだよな。その罪を償え。しっかり。泣いてる場合なんかじゃねえ。とりあえず罪を償ってから、俺にさ、もう一回さ、あの、 許しを超えそんなところで地べた這いずり回って泣いてても僕は許しませんよということであーあ,ーあーまあ5アーマーとかそのさ5ヘルメットとか誰からとったんだろうね君はピーマロのはずだろピーマロでそんないい装備持ってるはずないからなだから君も結局略奪さだったわけよ だからさ君はもう罪を犯しちゃったってことあまだかえもうすぐ嵐が来るんですけれども俺多分持ってきてないんだよなあガソリンの鍵あるじゃんやるじゃねえか俺持ってきてたわ常に入れてたんですねここに素晴らしいでみんなさこれなんかあの開けないって人いるガソリンの鍵。 開けない人いるっていいんだけど、これ近づいても開けないからね、ちゃんとカーソル合わせないと開けなくなったんで、まあ、皆さんね、あのなんか、アイテムが開けないとかさ、拾えないとか言ってますが、それカーソル合わせてない可能性あるから気をつけましょうね。こうやってカーソル合わせないと出てこないんですよ。変わってるんでね、アップデートで。だから、えなんか開けない、開けない、バグだよ、バグだよって言ってる人は、 しっかりとね、その辺確認しないと、あの恥、恥書いちゃうんでね、あの、本当は開けるはずなのに、えー、なんかね、自分のミスで開けない、開けないって言ってる人もいるかもしれないって気をつけましょう。で、まあ、本当にバグってる可能性もあるんでね、まあ、この全ロストライトって基本的にはもうバグの塊なんで、まあ、ほとんどの人は正しいこと言ってるんだろうな、開けないっていうのは。うん。それは間違ってないと思う、俺も。 うわあ、バイオレットエバーガーデンでなんかやってると思ったら焼かれた倉庫だった。恥かきました。そっちか。焼かれた倉庫って何なんだろうね。俺が行った方がいいのか。僕の名前こんがりだぞ。多分俺とさ、相性かなりいいと思うんだよな。焼かれた倉庫。行くか焼かれた倉庫にも。ここも登りたい。ここ登りたい。あ、登れた。最強じゃん、これ。はい、来たー。最強ポジです。なんか噂によるとさ、 えなんか焼かれた倉庫の上だっけなんかどっかの上登れるみたいな聞いたんだけどちょっとよくわかんないんでとりあえず僕が見つけたこの最強ポジで、えー、イモリ散らかしましょうかっていうか残りあと4分あるんだな嵐までえー、そこまでさずっと,っとじっとしてんの俺耐えられないから我慢できないタイプなんでじっとするのはあてかさっきのさピーマロあれかピーマロだからさ復活できなかったんだかわいそう あ、なんかいるね。えー、ちょっともうちょっと来てくんないかな。今、しばけそうだったのにもったいな。なんかいるね。なんかやり合ってるんですがちょ、ちょっかいかけたいんですけれども、どっかから上がれないかな、それ。あと、ここに補給物資。物資がいっぱいまあ、ないですよね、さすがに。 いやほんとに補給物資なんてさ運だからな見つけられるかどうかなんてそれ運なんで100%実力もクソもないからまあ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 ラッキーボーイラッキーガールなんか降ってきたなんか見つけちゃいました僕はラッキーボーイだった可能性があるマジかそっちに落ちたんだ補給物資でも補給物資別に欲しくねえからなでも16倍スコープがなんか入ってるとか言うね 噂があるんで、欲しいですね、16倍は。解放してほき、置きたいよね。解放してほきたいとか言って。いや、ちょっと待って、個々が出てしまったんだけど。いやー、どうしよっかなてか、敵いなさすぎ。あそこでなんか、縛かれてるね。これまだ、縛かれて間もないってことは、いるねあっちの方にいる可能性あるね。ま、気をつけましょうか。 いや、まじで雪景色さ、綺麗だなま、僕ぐらいになるとさ、この雪景色を見て楽しむっていうね、それぐらいの余裕も生まれてくるわけですよ。あー、なにこれ c r うますぎるージかよ、ありがとう。うわ、さらにはっはっはうますぎうますぎちょ、待って待って待って、こんなの持ってる場合じゃない。うまい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 あー、うまいうまいありがとありがとなぁ。なんでこんなところで 心半ば差しで行ってしまったのか。かわいそうに。ありがとうございます。うますぎる。素晴らしいですね。やっぱり港って最高だよな。ちょ、一旦さ、バイオレットエヴァーガーデンから、なんか、銃声聞こえるとか、まあ、無視して、ちょっとあの、レッドドットに変えておいていきましょうか。ここは両党 AKM の強さを見せていきたい。さあ、そしてもうすぐ嵐がやってきますよ。 お兄さん、お姉さん、ガタ。ここは何だこれは普通に武器ケースか。オープン。さあなんだ、何だ何が出るいやー、しょうもなさそう。いっか。しょうもないや、どうせ。あ、てか、なんか来てるかもしんない。こっ。こっ、こっ、こっ。ガチで怖いんで。一旦これ閉じて、未開封の状態にしてあげて。あ来てるか。え、火消火器。うまいうまいうまい マジでうまいじゃん。帰りてえ、ほんとに。ガチで帰りたいランキング第1位。今までのさ、マッチの中でさ、一ン今が帰りたいな、ほんとに。え、怖やめてくれよ、マジで。来んな、来んな。マジでくんなくんなマジで来んな金も拾っとこ金にだけは目がないんで、僕。怖い、怖い、怖い。来んなよ、マジで。ほんとにやめろ。ここ相当美味しいじゃん。 ガソスター。マジかよ。じゃ、解場します。オープンさあ、扉の中には何があるんでしょうか救急ケースはいりませんが、とりあえず、えカーソルを合わせてスーツケースをオープン。さあ、しょうもない包帯。で、なんか机の上には何もなし。さあ、金庫も開けちゃいましょうか。何が出るかな何が出るかな空っぽですと。うざけんじゃねえぞ、本当に。 毎回俺金庫さ、空っぽなんだけど。何これもう最悪だわ。ま、でもいっか。消火器もらったしな。で、なんか、変な敵からさ、なんかゲットできたんで、あとはもう帰るだけの簡単なお仕事。バイオレットエヴァーガーデンから帰りたくないな。あとあっちか。で、なんかそっちからもなんか足音するけど、走ろ。さっさと走って帰ろう、もう。もうやだ、もうやだ。 もう俺やだ。帰る。もうしばけたし、いいや。一枚しばいてるからもういいんで、バイオルテバーガーデンとかもどうでもいいんで、僕は帰ります。何も聞こえない。何も聞こえない僕には。そんな戦場の音とかも、はここ渡れないのマジかよ。まあ、一旦縛いとこマロ邪魔なんで、本当に。で、オンスコに変えといてあげて、 でまあ、あの遠距離は遠距離で縛きましょうかマジさあ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 もう怖くなってきたんでもう帰りますいやもう,う美味しいしなこれ以上だってさ潜る意味ないもんな <laughs> おいおいこんがりー人一人しか縛いてないのに帰んのかよってね言ってくる人いるかもしんないんですが違うんだだってだってもうこれ以上戦場にいる意味ないじゃん普通に考えておかしいでしょこっからさ 病院行きますとか言ったら、やばいやつじゃん、ただの。ゲーム性を理解してないんですよ、そういう人は。これ、キルするゲームじゃなくて、生き残るゲームなんで、皆さん、吐き違えないようにしましょう、そこはね。ちゃんと、あの、遊びましょう、この全ロストライト。ちゃんと遊べてない可能性があるぞ。それはな。ということで、しょうもな。帰るかも。ま、期間狩りにだけは気をつけたい、ほんと。ここさ、いるんだよ、マジで。バカタレが、本当に。 マジのバカがいるから気をつけようなあいつなんだマジああいうやついるんだって本当に木裏でさ待ってるバカたれがいるからな本当に危ないからマジで気をつけてみんなここだけは油断しちゃいけない絶対にああしょうもないななんかマロがさいいアイテム持ってるかもしんないけどもうさそんなことも無視して僕は帰るさようならバイバイキーンあーン おいしいよーあ、そっちでなんか、普通にまあ、打ち合ってるんですが、もうそこにも干渉しねえで、僕は。もう誰とも関わりたくない、俺。もう人間関係立ちたいんで。はい、ありがとうございました。完璧だな。あーもう港最高。ああ、素晴らしい。ということでですね、無事に、えー、帰ることができました。ああ、最高。めちゃめちゃ気持ちいいわ。はい、ということでね。 えー、まあ皆さん、えー、AKM の4フル使って、まあガソスタね、行って帰るだけでこんだけうまうまできるんで、まあ皆さんもね、えー、ぜひとも真似してみてください。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー